こんにちは。今日はホンダの N 版プラススタイルファン、こちらはマイナーチェンジ後のターボモデルになります。こちらの方の特徴についてご紹介をしていきたいと思います。でまず特徴をお伝えする前に、この車の競合車を取り上げていきたいと思うんですけれども、一つ目はスズキのエブリで、もう一台はダイハツのアトレイワゴンということで、この2台と比較しながらこの車の特徴を見ていきたいと思います。でまず何といってもこの車の特徴はフロントエンジンでかつ FF 車であるということになります。通常普通の乗用車見慣れてる方でしたら当たり前だというふうに思われるかもしれないんですけれども、この商用車の世界になってくると、それが実は当たり前ではなくて、まずこのようにエンジンで、こちらは、NBOX とかと NBOX や N1 とかと変わらないターボエンジン、 660cc のターボエンジンが前に積まれている、ボンネットの下に積まれているということ、それから FF であるということになります。でもちろん四駆も存在するんですけれども、FF と四駆ということで、まずこういった形でエンジンの搭載位置と FF のレイアウトであるということが特徴的なところになります。で今もう冒頭でご紹介した通りで、通常エンジンはフロントのボンネット下ではなくて、この座席の下に搭載されるパターンが多い。エブリィもアトレイもこの座席の下に搭載されているんですけれども、それによって乗用車とは少し違ったトラック感覚的な、ドライビングポジションになるわけなんですけれども、そこをなくして乗用車に極めて近い操作性を持つというところが、この N 版のまず大きな特徴になります。それによってこの座るその高さで、この重心高みたいなものも低く抑えられますし、乗り降りも当然しやすいですし、このステアリングの、この角度です、この辺なんかも、よりトラックに近い、ステアリング自体が立ったような角度になりにくい、そういったところがあるんで、乗用車からこの車に乗り換えても、違和感なく快適に乗れるというところが非常に大きなポイントになってくるということになります。もう一つの特徴は、今燃費性能 13.7km パーリッターと出てるんですけれども、エブリィそれからアトレイワゴンと比べても燃費性能が非常に高いということがあります。でこの車はカタログ燃費はリッター 19.6km 走ります。でエブリィそれからアトレイワゴンに関しては、リッター 16km パーリッターぐらいだと思うんですけれども、だいたい3キロから4キロぐらいリッター燃費が違います。そこが2つ目の大きな特徴になります。でそれはなぜかということなんですが、このようにこれはオートマで、ターボモデルはエブリィもアトレイもオートマしかありません。 4AT で、この N 版もターボに関しては CVT しかありません。で、アトレイとエブリィは 4AT なんですけれども、こちらの N 版は CVT であるということで、 CVT によって無段変速ができて、なおかつ余計なエンジン回転数を上げずに低い回転数を維持できるので、燃費性能が他の2車に比べて高くなっている。なおかつ先ほどもエンジンをお見せしたんですけれども、エンジン自体も64馬力で3台とも変わらないんですけれども、トルクが10キロ程度高くなっているということも、この N 版の大きな特徴になってくるということがあります。で価格自体もこの3車中の中でも特に3台ともにですね、だいたい160万ぐらいだったと思うんですけど、160万、170万ぐらいだったと思うんですけれども、価格はだいたい同じぐらいなんですけれども、燃費性能
高出力になっているというのが2つ目のこの N1 の大きな特徴になっています。で、後ろなんですけれども、商用車といえば、まあ、後ろのレイアウトが少し変わります。昔のフォビオはミッドシップレイアウトだったので、この後部座席の下あたりぐらいのところにエンジンがありました。で、今回これは FF で前にエンジンが乗っかっていることによって、ここの床の高さを低く抑えることができるということが3つ目の特徴になります。かなり低いというのがお分かりいただけると思うんですけれども、エブリィとかアトレに関しては前方の座席の下にエンジンがマウントされているので、この床自体も倒すと、まあ、フラットになるわけなんですけど、フロントのシートに合わせてフラットに設定していくことになるので、そうすると、まあ、高くなってしまうと。で、荷物の積み下ろしというのが結構大変だったりすると思うんですけど、この N 版に関しては床面が低く抑えられている、低床になってますので、このように積み下ろしをしやすいと。で、いいことばかりではなくて、床面を低くしてしまうと、ここホイールがあるわけなんですけれど、このホイールアーチのスペースを取らなきゃいけないので、この部分が出っ張ってしまう、まあ、それによってパレットとかもっと大きな荷物を積むという意味においては少しデメリットになるということもあるんですけども、そこはしっかりと考えてあって、オプションでこのようにここ2段階にできるようになっているんで、まあ、ここのところに、板みたいなものをこう引くことによって、まあ、高さも上げられる。そうすると低床であるデメリットであるこのホイールアーチの出っ張りみたいなものもデメリットからメリットに変わると。2段になることによってその下にも荷物が入れられますし、まあ、もちろんその上にも荷物が積めるわけなんですけれども、まあ、結果的に荷物を多く積めるというメリットがある。で、かつこのライト自体も、まあ、下にアトレーワゴンであるとかエブリー、本当の商用車に関しては下についている、エブリーとかアトレーも横についているものもありますけれども、荷室の荷物を積む、大きな荷物を積むということであれば、下にライトがあった方が当然開口面積というのは広く保てるわけなんですけれども、これはしっかりと開口面積も保ちつつ、デザイン性というものも重視された考えられた作りになっているということが、このホンダの N1 の3つ目の特徴になってくるかなと思います。ってことで、今回はこちらのホンダの N1 プラススタイルファンターボモデル、こちらの方の特徴について、今回スズキのエブリィ、ダイハツのアトレーワゴンとの、まあ、比較の観点でお伝えをいたしました。当チャンネルではホンダ車をメインとしたカーレビュー、それから最近ではカー用品のレビュー等も行っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらの方もご覧になってみてください。それでは失礼をいたします。